俺の股間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、コアコード、最近ですね、アップデート、コラボレーション始まってからですね、名前が隠れたりとか、あとアイコンが隠れたりとかされていると思うんですよね。あれ結構勘違いしてる人が多いと思うんで、ちょっとまとめておこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけど、まあ、ちょっとまず画像の方したいと思います。まあ、こんな感じで、左上の名前が不正字になってますよね。まあ、僕のアイコンの方は変わってないんですけれど、人によってはアイコンがですね、勝手に変えられてしまって、まあ、なんか、アンブレラ社のマークになっているっていう。あれって、まあ、その、まあ、分かっている人は分かっていると思うんですけれど、コラボレーションの一環なんですよね。まあ、ギンナーさんもその、本若の方でニューワースの方はされてましたし、サブのアカウントの方では、あれ実はコラボの一環でなってるんだけれど、なんか言い出しづらい流れになってるって話をされてました。というわけで、コラボの一環、あれで、例えば、解明カードとかを、使う必要はないんですよね。ただ結構そのアップデートがコラボレーションが始まってですね、まあ、そこら辺分からずに解明カード使われてしまった方とか多いと思うんですよね。自分の名前が NG になってしまったみたいな、そんな感じでまあ、使われてしまった方って多いと思いますね。僕あれ思うんですけれど、あんまり良くないですよね。あんまり良くない。正直、まあ、アイコンまでやったらもしかしたら分かるかもしれないんですけれど、名前の方に関しましては、あの仕様でその例えば NG になっている名前っていうのがまあ、使ったらダメですよっていう風に変わるようなことって過去あったじゃないですか。もしかしたら自分の名前のどこかの箇所がたまたま何かに引っかかってしまって、ああじゃあもう解明といけんかっていう風に、まあ、思う可能性っていうのもまあ十分あったわけですよね。それでまあ解明カードを無駄に使ってしまって、人によってはまあそれでまあ課金してしまったりとか、まあ貴重な解明カードを消費してしまって結構困っているっていう人も多いと思うんですよ。まあ、ですのでやっぱよろしくなかったんじゃないかなっていうのは正直思います。まあ、コラボレーションのその没入感を出すためにまあそういう演出をしたってのはわかるんですけれど、まあ、やるんだったらちょっと違う方向でやっていった方が良かったのかなみたいな。例えばその何かその戦闘に行く時のボタンがなんかゾンビのウイルスの方に侵食されてしまって、それで行こうとしたら行けずになんかゾンビに襲われてしまうとか、まあ、なんかちょっと本来いないフレンドから、ゾンビみたいなフレンドからチーム招待されて、そのゾンビのチームに入ったらそのゾンビに襲われるとか、まあ、そんな感じだったら結構没入感があって良かったと思うんですけれど、名前だとですね、どうしてもその勘違いしてしまうような要素になってしまうと思いますし、まあ、後からじわじわうざくなってくるタイプの、まあ、そういう感じの、まあ、なんていうか仕様だったのかなというふうに思いますので、まあ、改めてね、まあ、ギンナーさんとかもなんか出しづらいみたいな感じで言ったですからね。僕が代わりに言っとこうかなっていう。多分これ言う人も少ないと思いますし、まあ、結構気になられている方とか、まあ、荒野行動をきちんとプレイしていたりとか、きちんとその情報収集されてですね、まあ、随時ツイッター見ている人とかやったらわかると思うんですけれど、しかしまあ僕の動画って意外とまあライトなプレイヤーさんが多く見られていることが多いようですので、まあ一応そういう仕様なんですよっていう。コラボレーションの一環で隠れているだけですよと、アイコンが変わったのもコラボレーションの一環ですよってことを改めてまとめさせていただきました。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。僕はスイッチで荒野行動をしています。でも、バイオハザードのコラボレーションはまだ来ていません。僕だけですかと。どうなんですかね、スイッチ版スキン僕、ユナイトやってて、僕は消しちゃったんですよね。まあ、今週までコラボレーション来てないことっても結構あると思いますから、そういうことなんですかね、やっぱり今回も。まあ、スイッチ版だったら PS4 版と違ってですね、まあ、きちんとそのスマートフォンで、まあ、スイッチのアカウント共有してプレイするってこともできますから、まあ、それでそっちの方でまあ、コラボレーションのイベントとかこなしていって、まあ、ミッション受領した後、戦闘の方はスイッチでするみたいな、そんな感じですればいいのではないでしょうか。で、次こちらですね。無限に弾ける裏技していると、あ、ま、今回の60秒間くやつですね。マッチング状態でやってからリセットしていって何回も回すみたいな方法があるみたいですね。いや、ガチャ系のバグはちょっと怖いなと思って、まあ、他に紹介されている方もいらっしゃいましたんで、まあ、動画にする必要ないかなと思って出してないんですけれど、ちょっと怖いかなと思って、僕は今回手を出してないですね。様子を見たいところです。まあ、もしもやるんだったら、本若以外のアカウントでするのが一番いいのかなっていう、僕はちょっと今回はそんな感じで思ってますね。で、次ですね。秘密物資ってコラボ終わった後に来ると思いますかと。どうなんすかね。秘密物資は例がないからわかんないですよね。まあ一応その新しいシーズンが8月の9日から始まるという風になっておりますので、まあその9日に今なんかいろいろまあ例えばバトルバスの方の更新だったりとか、あとまあトレーニング物資の方も来ると思うんですが、そのタイミングで来るか、そのアップデートの1週間後ぐらいに来るとか、まあそういうまあ栄光物資だったらそんな感じの流れなんですけれど、ここにまあ代わりにその秘密物資が来るっていうのもまあもしかしたらあるかもしれないですね。とりあえずそのパターンが溜まってこないと、まあこういう風だろうってのはまあ言い切れないんですけれど、まあ8月の末20日以降よりは8月の半ばとか頭の方に持ってきた方が効果としては高いと思いますんで、なんでかっていうと20日以降学生さん忙しくなりますからね、課題とか宿題とかで、まあ、ですので、まあ、そんな感じかなっていう風には思うんですけれど、わかんないです。で、次ですね。金のチップ成長の報酬からも出ましたと。まあ出るっていうか書いてますよね。このそのポイントをこなしたらまあ90ですね。ポイント90ポイント貯めたらその金のチップ出ますよって書かれてますんで、まあ毎日最低90ポイントまで貯めておけば
ば、まあそのチップの方手に入りますので、まあ、やっとけばいいんかなというふうに思いますね。金のチップ使えば車両の方が手に入るわけですね。最近だったらまあ無課金税でもガチャの方を目視することによってオレンジ枠の車両チケットってのはゲットすることができると思いますね。今回ので200ゲットして、でその成長の方から1枚、まあ、ないしは2枚手に入りますから、それをうまく活用していって、まあ150日とか200日ぐらいで、まあ、金車が無課金税でも手に入るっていう状況が現状はもうなっているわけですね。だいぶ優しくなりましたよね。で次ですね、今オレンジ車両チケット5枚あるんですけれど、ゴールデンピース200枚交換ってしておいた方がいいですかねと。まあ残り200枚を集めれるか集めれないかですよね。はい。成長の欄で、まあ、90ポイントまで貯めればですね、1日1枚ですね、まあ、金のチップっていうのがもらえるわけなんですけれど、まあ、200日間その金のチップっていうのを、まあ、集めれるぐらいのプレイっていうのを今後するかどうかっていう、そこをま、考えた方がいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、ログイン勢で若干戦闘していて90ポイント達成できるんだったらいいと思いますし、まあ、そんな毎日コアコードしていないっていうんだったら、まあ、あんま交換しなくてもいいと思いますし、そこはま、プレイスタイル、自分自身のそのプレイスタイルによって、まあ、ちょっと判断していけばいいのかなっていうふうに思います。まあ、金の車両チケット今後もですね、まあ、入手の難易度ってのはどんどん下がっていくと思いますので、まあ、その中で今までよりも入手する枚数が増えていったら、じゃあ自分はどうなのかっていうところも考えて判断してみるといいと思いますね。で、次ですね、オフラインモードローカル通信で友達と対マンできるようになれないかなと、インターネットを通さずに、ローカルネットワークで、ローカルエリアネットワークの方でどうにかできないかなっていうことっすよね。いやー、スマートフォンじゃ無理じゃないですかね。パッドで。ちょっと難しいかなっていうふうに思います。端末同士をそもそもネットワーク上で繋げるっていう、その機能自体がアプリで使えるようにっていう風に、まあ、iOS とか Android はあまりなってないですからね。まあ、一応そのデータとかを送るような機能だったりとか、画面のミラーリングとかはあるんですけれど、まあ、それはあくまで OS 側の機能であって、まあ、アプリ側でそこから、ま、何やかんや拡張して、まあ、できるみたいな、アプリ内でのそのネットワークっていうのを、インターネットではなくてローカルネットワークでっていうのはしてないからですね。これするとセキュリティ的にガバガバになっちゃって、悪いことを知らすアプリっていうのも出てきちゃいますから、まあ、ちょっとしないのかなっていう、まあ、さらに、OS を超えてくるともう絶対無理なんで、Android と iOS みたいな。ちょっとまあ難しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。今でもその例えば、スイッチのまあポケモンだったりとか、コンシューマーのゲーム、まあ携帯機とかいろいろありますけれど、それでも一回インターネットを介してから、まあその友達とプレイできるみたいな風にしてますから、難しいんじゃないかなと思いますね。で、次ですね。色悪いリュックだったら出ましたと、あれ気持ち悪いですね。まあ原作再現していて、原作キモいからですね。まああれは OK なんですよ。うん、素晴らしいなと思いました。もうな、ひっくり返した時のカブトガニみたいな気持ち悪さですよね。繰り返したことあります？カブトガニ。めっちゃ気持ち悪いです。本当に気持ち悪い。まあ、気になる人は YouTube とかで調べてみてください。カブトガニ繰り返すみたいな。めっちゃ気持ち悪いんで。で、次ですね。コアコード足跡ついて、出会い系サイトになっているやんと。ね、足跡つくようになりましたね。履歴、まあ、確認できても確認できなくてもどちらもいいんですけどね。まあ、しれっと見るってことは、と、昔と比べてできなくなりましたよね。それ専用のアカウントを用意するしかないようですね。まあ、機能で、まあ、自分のそのアカウントの方をですね、まあ、有名人が見たみたいな感じで、まあ、動画撮ってですね。それで TikTok とか Twitter に上げる人ってのが増えそうだなっていう風に思いましたね。プライベートで公約行動をしている、まあ有名プレイヤーをゴースティングして倒して、めちゃくちゃ嫌がらせしてから、その後その自分のプロフィールの方を確認させて、ゴースティングして倒したら自分のプロフィール確認しに来たみたいな、やったぜみたいな、そんな感じの動画投稿者も増えそうだなっていう風に思いました。